こんばんは、みのり薬店の大下です。お元気ですか？今日は29年の3月25日、ちょっと寒いですね、大阪の方。ヒヤッとする部分もあります。はい、みのり薬店は、ダイエットをメインにしてこうやって YouTube でお話しさせてもらってるんですけども、今日はね、ほんまメンズクラブみのりって感じでね、男性の方がすごく多い日でした。土曜日だから男性の方もお休みなのかもしれませんけどね。お一人はね、なんと去年なんですけども10ヶ月で 25.6kg 痩せた方、半年ぶりに来ていただきました。独身の方なんですよね。恋愛と言いますかね、独身の方なんでまだね、いろいろあります。理由は聞かんといてください。店長、12キロほど増えておりますとこ、昨日 LINE があったんですけどね。実際には10キロでしたけども、もうダイエットのね、テクニック的なこととか気持ち的なこと、気持ち的なことは言いました。こうしたらどうや、ああしたらどうや、もう一切言うてません。だってね、25キロも痩せれる人ですよ。やり方ちゃんと分かったん。あと、ここですよ。やっぱし、ついつい食べちゃうって、食べちゃってしまった相手ね、もう彼女のこととか、ちょっとね、いろいろうんぬんでね。でもね、そう言うてても、お店に来てくれはって、またやろう、こう思ってくれたはる方なんでね、僕はもう大丈夫だと思います。安心してください。誰でもね、人間ね、太ったり痩せたりです。そんなんね、いっぺん25キロも痩せてずっとキープ、それできてる方はもうおられるかもしれんけども、できんかってもいいじゃないですか、人間だもの。相田光雄さんじゃないけどね。はい、それともう一人の方は新規の方でした。背の高い方で180ぐらい、ラガーマンです。感じですかね。うちみのりのダイエットでね、1週間ごとに来てください。遠方の方は来られませんので、LINE とかメールで連絡しております。北海道の方や九州の方、ね、千葉の方、ちょっと無理ですのでね。でもうちのみのりダイエットで1週間で一番よく痩せた方っていうのは男性でですね、1週間ですよ。何キロだと思います？え？3キロ4キロ6.1、すごいでしょ。その方ね、約束通り1月の来はった時、パッと入ってきた時に、うわ、弟さん来はったかというぐらいで、もうシュッとしたはって、ほんでガッツポーズして入ってきはってね、兄ちゃんこれよ、聞くわ、5キロは減ってるで、から、5キロだ、もう新記録ですよね。測ったら 6.1 ですわ。最高。皆さん、春ですよ。もうね、悩んでるぐらいやったらほんま一遍来てくださいよ。悪いこと言いません。ほんまに。みんな痩せた春もん。一日も早い方がいい。一応うち日曜日休みですけどもね。よかったら一遍、チャレンジしてみてください。まずは大下まで。電話ください。フリーダイヤルの 87-3308 です。あなたの勇気、お待ちしてます。絶対痩せましょう。綺麗になりましょう。かっこよくなりましょう。脂肪肝、高血圧、このあたりはね、ダイエットすればね、ちゃんと戻る方が多いんで、頑張りましょう。応援します。